4議席を争う愛知には午前11時現在で現職と新人の合わせて17人が立候補を届け出ました。3年前の前回より5人増えています。前回の参院選で 48.18% と 50% を割り込んだ投票率が今回どうなるかも注目されます。1議席を争う岐阜は野党共闘が崩れ、与党の現職と野党の新人ら5人が立候補しました。野党の現職が引退する三重には与党の新人や野党系の新人ら4人が立候補、1議席を争います。30年間、日本の経済は右肩下がりです。取られる税金は年々増えていく一方、給料が上がってるかって言ったらほとんど上がってない。今一番必要なのは、私たち働く人たちの所得を引き上げる、今の岸田内閣、自公政権に代わる、もう一つのしっかりとした野党の力を育てていただきたい。もう思い切って NHK の受信料を不払いする、年金受給者の受信料を無料にする。今、目の前に立ちはだかっているウクライナ情勢、あるいは燃油高、物価高、生活のそれぞれの不安、これをですね、少しでも取り除いていく。物価高騰や外交、安全保障、新型コロナ対策などが争点となる今回の参院選。来月10日の投開票日に向けて18日間の選挙戦がスタートしました。